皆さんこんにちは。こんにちは。マックス村井です。ヨナリです。4月の5日から始まりました、マックス村井の日本縦断の旅なんですけれども、1週間が経過いたしまして、はい、ここでちょっとお知らせがございます。はい。お知らせがございます。ですね、これまでの旅なんですけれども、朝からまあ動き始めて撮影を始めてで移動しながらこう動画を編集したりとかして何とかして夜に皆様にその日のことを見ていただこうという形でやってきました、はい、ただですねそのこれだけの距離移動をしているとなかなかこう作業場所も確保できず、Wi-Fi の確保ネットの確保ですねそちらも厳しくあと電源の確保もだなかなか難があるということも分かってきました、はい、でその本来であれば8時ぐらいには動画を公開したいんですけど、うんね、まあそういういろいろあって、23時とかになっちゃうことが多くてしかも今回あれなんです皆さん、コメント軍資金システムという、企画をやってまして、たくさんの皆様にコメントをいただいていると思うんですがやっぱり夜が遅いとその寝ちゃってるからコメントが書けないっていう声もたくさんいただいていて、はい、でやっぱりいただいたコメントは全て今回の旅の企画用に使わせていただきたいという気持ちもあるので、うん、ここででございます、動画の公開の時間を変更することにいたしました、はい最初は夜を目標にしてたんですがそれを結構我々にとっても挑戦というかチャレンジになるんですけれども、大胆に朝の9時公開とします、はい、でそこからですね公開から24時間かけて皆様にちょっとコメントをいただいてまた翌朝9時そこまでのコメント数でその今回のコメント軍資金というのを、まあ、1コメント1円ですねそちらを計算させていただければと思います、はい、逆にあの分かりやすくなってあのこれだったらコメントが書けるとかあの私が今書いてるコメントって果たして採用されてるのかなとかそうですね、カウントされてるのっていう心配はなくなるんではないかなと思います、はい、であとはですね、引き続き LINE ブログの方は同じ仕組みでやっていきます私今多分1日あたりだいたい3件から4件ぐらい LINE ブログで書いてるんですけれどもその動画で紹介しきれなかった場所私が撮ったいろんな写真使って記事書いてるんですがそちらのコメントは同じく朝9時の段階でコメントを集計させていただいて前日公開分の記事のコメントを集計させていただいて合算させていただきますやります何卒皆様引き続きコメントよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてあの夜に、この動画を旅動画を見てからじゃないと、寝れねえや夜更かししちゃったみたいな声をたくさんいただいて本当それも嬉しいことでございます、はい、あの朝公開になりますのでその1日のどこか皆様のご都合の良いタイミングで見てくださいはいで、今日僕らが撮ってきたものは、うん、鳥取の砂丘ね、はい、ズバリ具体的に言うと、はい、明日の朝9時に上がるのでそちらぜひご覧ください、はい、そしてその動画にコメントもよろしくお願いしますよろしくお願いしますでですね問題となるのが、はい、明日のコメント軍資金、うん、何も考えずに動画撮っちゃった一回貯金を棚卸しします。いただいたコメントであることは間違いないし貯金3837円でございます、はい、こちらを明日の軍資金にしよう、はい、でもう棚卸しも終わって、軍資金の、コメントシステムいつ皆様がコメントを書くのかどこからどこまでをコメントとしてカウントするのか、うん、というのを明確にした状態でもう一回ちゃんと始めましょう OK です、はい、そんなわけで、皆様明日の朝9時に動画が上がります、はい、上がる動画は内容は鳥取でございます、はい、皆様ぜひとも、楽しみにされてください楽しみに楽しみにされてください明日の9時の動画のコメント数はその次の日の、軍資金になります、はいはい、でこの動画の、うんコメントは軍資金にならないので、うん、そこだけただ応援の声とかいろいろとお寄せいただけるとすごく嬉しいですはいありがとうございますはいでは引き続きよろしくお願いしますお願いします頑張ります今夜は LINE ブログを楽しんでくださいはいさよならさよなら